また稲船さんにチーム忍者のスタジオに来てもらいました。で、今日実は稲船さん誕生日でそんな日に今日収録してます。で、前ツイッターで何か意見あればぜひ出してくださいっていう風に出して、ね、まあ、何人かいろいろ意見もらってて、ほとんど海外です、ね、ほとんど海外からですね。日本からのツイッターないのかって今回ですね、刃で英語ですけど、刃っていうタイトル自体は日本語なんですよ。で、刃っていう意味が分かんない人が割といますね。それね、割と聞か海外のプレスなんかにも必ず聞かれる、刃って何ですか、どういう意味ですかっていうの。そうですね、いろんな意味合いも込めてるんですけど、本当に刀のその刃っていう意味合いと、割とこう抜き身って言って鞘のない状態、すごくこう危険な人間を表すときに、その日本語ではこう抜き身っていう言い方するんだけど、まさにそういうキャラクターかなって思ってね。そうですね、稲船さんから出してもらって一番最初の時からも神風刃っていう名前でしたからね。そうね、だからすごくその辺名前変えてくださいとも言われずに最初のやっぱコンセプトに出させてもらったコンセプトシート通り の, 形で、うん、イメージも進められててですね、すごいありがたいなだいたいここをこうしてください、ああしてくださいって言われること多いんだけど、今回ですね、刃実際に開発する開発チームがロサンゼルスのデベロッパーのスパークアンリミテッドという開発チームに開発してもらってるんですけど。そうですね、ここにアートがこう並んでて、とっても特徴的なアートがいろいろあるんですけど、やっぱこのアートが欲しかったのもありますよね。やっぱり忍者って実は日本でももちろん人気あるんですけど、海外に行くともう圧倒的に忍者って人気ですよね、うん、その海外の忍者のイメージと日本の忍者のイメージまたこれ違ってたりとかね。そうですね、でそれをやっぱ埋めていくものっていうところで言うと、やっぱ共同で作っていくしかないんじゃないかな。やっぱり西洋だから、西洋のディベロッパーだからの良さと、まあ、うちのっていうか、うん、チーム忍者の良さとすごいこう議論しながらね、やってて、いい何ていうかな、競技ができてるっていうか、戦いができてるかなっていう感じではあるんで、お互い尊重し合って、そこがどこまで突き進められるかっていうのが今まさにやってるところでね。そうですね、ね、これを出していけると面白いかなって。日本と違うのは何かギリギリまでゲームになってないんだよねこれ面白いよ ね、日本ってすごいこう順序立てて作っていくから、だいたい半分ぐらいまで来たら半分ゲームできてるんだよね。そうですね、でも海外のデベロッパーとずっとやってて思うのが、こう半分まで来ても1割ぐらいしかゲームできてないんだよね、制作期間の半分ぐらいで。で一気にそこからガーって組み立てていくっていうか、最中あれなんですかね、各種こう素材とかをみんなでこう練りながら作ってるんですか。向こうの家の建て方日本ってこうね、一つずつ柱をで立てていくじゃん。で、割と向こう 2x4 っていう建て方で、壁を先に作って、いろんなところで壁を作って、それを寄せ集めてガンって組み立てちゃうみたいなところが、ね、すごい似てるような気がするんだよね。いろんな場所でパーツを作って、はいどうぞみたいな、するともうほぼ8割できてる。あとそこを細かくやっていく。でもその8割できてるのが1日で終わっちゃうんでいつの間にかできたみたいな。そうそうそう、だからでもいろんなところでパーツできてるのを組み合わせるのを想像できないと、できてないんじゃないのって日本人はいつも不安になる確かに日本の家ってこう柱があるから、もうある程度柱の段階で家が想像できますもんね。なんか、ね、だからすごく家の作り方に似てるなと思ってずっと見てるんで、今これ収録してる最中も絶賛E3 で作るプレイアブル制作中ですからね。そうですね、この映像自体がまあ手作りでやってますけど、うん、まあ、続けていこうかなと思ってて、うん、で次回は
E3 の終わった後になると思うんで、この刃のプレイアブルが実際に世に出てあと、その皆さんの感想とかっていうのを受けてぜひやっていきたいな。どんなゲームかっていうのはそこでやっとこう片鱗が見えてくれる、見えるんじゃないかなと。そうですね、うん、はい、じゃあまた次回。そうですね、次回よろしくお願いします、はい。